イエスさん、靴飛ばその他かにもその公園という資源を使ってさまざまな遊び方をやっぱ自分たちで考えてましたね砂場があれば砂場なんてものすごく縦横無尽ですしそれから滑り台っていうのがあるじゃないですか滑り台もこの階段登っていって上からその滑っていくののほかに走ってねその滑り台の滑るところスロープを駆け上がっていくみたいなのをやったりとかあとその登ったところのね滑り台の上から いかに飛び降りりるかかみたたたいなな危険なこととをしたりとかもしましたしも、ね、まかそう考えていくと今はねそのスマホゲームみたいな感じでどうやったら正解ですよみたいなのが与えられていてそれをいかに早くいかに工夫してやるかっていうふそな新しいフェーズに入っていれば入ってあるんですけどもなんかその喜びを作れる人と喜びを受け取る人がもうはっきりと分かれちゃったそんな時代に入っちゃったのかなと思います。 で、今回ね、渋垣隊っていうテーマでお届けしたいなと思うんですけども、渋垣隊が、その、クイズ番組とかに出るときで、ものすごく私としてはね、あ、この発想だなと思ったのがあるんですよ。それは何かっていうと、3択問題の時にそれがよく出るんですよ。3択問題っていう風にフリップを出すと、大体この質問があって答えの中で、どれが正しいでしょうみたいなのをやってね、それについて、まあ、回答者が答えるってやつなんですけども、渋垣隊はフリップの中に、自らね、こう、 4っていう、絶対外れじゃないですか。3択なのに。4っていうのを作り出して、ここになんかね、自分のネタを埋め込んでるんですよ。で、それがすごく秀逸で、このネタも秀逸なんですけども、常に4っていうのがあるのが秀逸なんですよね。だからクイズ番組に呼ばれた時も、視聴者さんはいつも期待するんですよ。どんなボケたネタを4に埋め込んでくるのかなって。当時、そのボケたって言葉知らなかったんですよ。だから渋い書き隊の、そのアドリブ力っていうのがすごいなぁと思いましたね。もともと台本であったのかもしれませんけども、 まあでも結構ねそのアイドルに対して私がちょっとこう滑目した時だったんですかねでそっからなんですよ選択肢を自分から作り出すことっていうのはやっぱりできるだろうなと思ったんですよだからあ、まあ、高校の3年間を歩むときに、まあ、学校生活は大体勉強が主になります勉強という競争がありますそれから勉強が苦手な人は部活みたいな競争がありますけどもその他の選択肢としてバイトのプロフェッショナルになってね当時いましたけどもその ハンバーガー屋さんでバイトをするんですよ。当時、ドムドムバーガーだったと思いますけども。で、バイトをして、で、進路を迷う時代になると、その、先輩とか社員とかにね、バイト先のドムドムバーガーの,あの相談するんですよ。そうすると、そのままうちに入らないかって誘われることが結構あったんですよね。それもだから進路の <laughs> 一つの方法まあ、スカウトとかドラフトではないですけども、バイト先に就職みたいな道も当時あったんでね。まあ、今でもあるかもしれませんけども。いやそれはすごいなと思いました。 今度社員になったのみたいな感じでそのまますっと試験もなんか入るわけですよで最初から待遇もわかるし作業はもう最初っからわかるしもう最初からバイトリーダーとかね社員でありながら自分の後輩とかを従えて、まあ、バイトをまとめる立場になって窓口になってるわけですよそういう人材はねほんと貴重だなと思いますよねでその社員が2年目3年目になったら今度は自分の高校時代の部下とか後輩とかねそういうのが社員にガッと上がってくるみたいな感じで うん、でゆくゆくはそのバイトリーダーが店長になるわけじゃないですか店長になった時には自分の部下ほとんどがなんか、ね、自分の出身校の後輩とかでまとめられてるみたいな感じで闘争する力があったなと思いますよねまあもしかしたらそういうのがあってドームドームが行き詰まったのかもしれませんけどもね、うん、でもこう自らの選択肢を自らが作り出していくっていう,こう人生で当たり前のことをやっぱ私たちはスマホゲームを選ぶ時点で忘れてしまうんじゃないかなと思うんですよ 今一度公園に行ってその無限の資源をねどう自分が使いこなせるかここに思いをはせてもいいんじゃないかなと思いますもちろんね靴飛ばしってありましたけども靴飛ばしもね飛ばした靴の上に重ねるって遊びもしてたんですよただ遠くに飛ばすだけじゃなくってその飛ばした靴にどう重ねるかどう当てていくかっていうのねカーリングみたいにやってましたけどねうん,なんか懐かしいですね